鉄道トンネル施設の東道粉末消火設備付きの東道東道とは通信ケーブルガス管、送電線などの専用管理トンネルのうち特に敷設、撤去、保守作業用に人が立ち入れる関係のものを指す。常用管字表外の訓読みのため東道との表記も一般的。1925年東京都中央区に改作式で作られた。 電信用通信船艦が日本で最初期の登道とされている。地上に影響を与えないシールド工方式としては1963年に東京都港区白金に作られた電話専用艦が最初とされている。インフラを支える施設だが NTT が付設したものだけでも総延長は6 0 0トルにも及び、うち40%が付設から40年近く経過し、老朽化し、 劣化が進んでいることから、施設改修が進められている。堂々とも。堂々とは引く言葉んく堂々の英語、英訳英和辞典、和英辞典、ウェブリオ辞書1984年11月12日に、東京都世田谷区三軒茶屋の世田谷電話局で発生した、堂々内火災。消し忘れた、工事用、トーチランプが引火し、10時間近く延焼。 セ田谷局収容の固定電話約9万回線が普通になり、三菱銀行ではオンラインシステムが全面的に停止するなど完全復旧までに9日間を要した。ありがとうございます。